ブワディスワフ・チャルトリースキは、ポーランドの貴族、公爵、亡命政治活動家、美術品収集家、クラクフのチャルトリースキ美術館の創設者。ロシア帝国外務大臣、そして11月放棄で、国民政府主犯を務めたアダム・イエジ・チャルトリースキ公の、息子として生まれた。一家は11月放棄の失敗後、フランスに亡命していた。ブワディスワフは1855年、 パリ近郊のマルメゾン城で、ビスター・アレグレ伯爵夫人、マリア・アンパロ・ムーニョスと最初の結婚をした。マリア・アンパロは、スペイン王母、マリア・クリスティーナが、身分違いの再婚で儲けた娘だった。公爵夫妻の間に生まれた、唯一の息子アウグストは6歳で結核に感染し、間もなくマリア・アンパロも、同じ病気で世を去った。アウグストは後に成人となるユゼフ・カリノフスキに、 教育を受けた。ブワディスワフは、長男に、外交官の道を歩ませようとしたが、アウグストはこれを拒んで、カルメル界の修道士になり、持病を抱えたまま34歳で創生した。アウグストは2004年、ローマカトリック教会によって、副社とされた。ブワディスワフは1872年、ヌムール港の娘で、フランス王、ルイ・フィリップの孫娘の一人、 マルグリット・ドルレアンと再婚した。マルグリットとの間には二人の息子アダム・ルドビクと、ビトルとカジミエ氏を授かった。ブワディスワフは、一族の根城であるオテル・ランベールを拠点に、政治活動を展開した。1863年に、ポーランドで1月放棄が起きると、彼は放棄の指導者たちが樹立した、国民政府の外交交渉役を務め、イングランド、イタリア諸国。 スウェーデン、トルコの諸政府に放棄への支援を要請したが、放棄は翌1864年に鎮圧された。ブワディスワフは、また一族の収集した、莫大なコレクションの所有者でもあった。絵画、彫刻、古代の遺物などが、コレクションの中心であった。ブワディスワフ自身、古代エジプトの芸術に深い関心を抱いており、死費を投じて、パリやエジプトで、 古物収集にいしんだ。彼は、考古学的な価値を持つ、工芸品の一部を、パリのポーランド図書館や、ポーランドクラクフのヤギエを大学に寄贈している。1871年にも、スイスのラッパースビルにある、ポーランド博物館に収集品の一部を寄贈した。さらに、1867年のパリ、万国博覧会で、ポーランドの間に、 チャルトリスキ家のコレクションを展示している。ブワディスワフは1878年、クラクフでチャルトリースキ美術館を再開した。同美術館は彼の祖母であるイザベラ・チャルトリスカがブワビに創設したものだったが、1831年の11月放棄以後は閉鎖されていたのだった。ブワディスワフはブーローニュイコールビアンクールで亡くなり、 祖国ポーランドのシェニャバにある一族の墓所に埋葬された。ありがとうございます。